んどうもこんにちは、みなこファミリー TV のみなこです。イエーイ。というわけで今日はですね、皆さんお正月も明けまして、今年ね入っても暴飲暴食されたんではないでしょうか。やっぱお正月というとね、お餅だったりおせち料理だったりいろいろ胃腸をね、危ういじゃん。私もね、いい年になってきたので、イベントごとがあった時は、ね、胃腸がやられるんですよ。というわけで今日は胃腸に優しいお蕎麦にしようと思います。でも普通のね、ざる蕎麦とかも好きなんだけど、今日はちょっとトロロを使って甘辛トロロ蕎麦を作ろうと思います。じゃあ早速作っていこうと思います。今日はね、こちら乾麺です。毎度の乾麺です。でもその乾麺ちょっと工夫すると、生麺のように喉越しがトゥトゥトゥルとなって、生麺のように本当に美味しくなるので、ちょっとこれは皆さんにはぜひぜひお伝えしたいなと思っています。まずこういうバット湯なんかにこうやって乾麺をちょっと薄く広げてください。そこにですね、お水を入れていきます。水入れるんですか？水なんです。お水をね、まあ本当に浸るぐらいお水を入れます。そしてこの乾麺の茹で時間の倍ぐらいちょっと浸しておきましょう。ちなみにこちらの茹で時間が 4,5 分なので、じゃあ10分ほどね、こちら浸していきたいと思います。このままです。そしてこの乾麺を今浸してる間に、ちょっとスープと具を作っていきたいと思います。あ、おネギですね。ママやっほーやっほー、出してある。そこにで、オクラもやっていきます。今年の料理的な目標ってあったりするんですか？今年はね、ちょっと料理本出したいな。料理本を出したい。ついに出してみたい。出してみたいっていうか、出したことある。出したい。あと、いろんなジャンルに挑戦したいよね。世界変えてみたり。そう、世界変えてみたりとか、あとまあなんか本当にパンももうちょっと勉強したいし、あと何かに特化した感じとかもいいかなと思って、資格取ってみたいよね。いいんじゃない。はい、じゃあ次はこちら長芋の方をすっていきたいと思います。痒くならないんですか？私にはあんまり痒くなったことがない、山芋ではね。子供たちも好きなの？好き。とろろご飯とかよくやるよ。だけどとろろご飯の時はご飯を飲み込んじゃうから、短冊も混ぜたりとかしてやるけどね。今日はまあチュルチュルのそばなので、全部食べられるかなと思います。全然大丈夫。あ、鳴った。どうですか今日の山芋は？今日の山芋、息がいいね。というわけで今ね、10分漬け込みました。お水にね、10分。ほら、もうだいぶね、柔らかくなってんの。ちょっと柔らかく、あ、もう簡単に持ったら折れちゃう。で、これね、このお水にもその香りとかが流れ出てるから、それを逃がさないように、もう茹で汁の中にこのお水もごといってしまいましょう。じゃあスープ、あらかじめこの昆布を入れて出汁を取っておきました。で、沸騰寸前で揚げていきたいと思います。今回ね、お肉、ネギ、えのきをね、ちょっと焼いていきたいと思います。そして味付けをして、それを上に乗せていくと。これはね、豚バラ切り落とし、もうほら、お値下げ品、お買い得品です。もう切り落としで十分。これ、ね、豚バラってこういう風に広げてやりたいんだよね。へー、カリッとが好きってことですか？うん、そう。
怖いんですけど。何の歌ですか？カバーズ。多分作詞作曲。ポリティー。できないでしょ。おんぶ。できないでしょ。おんぶ。おんぶひもりえちゃんにあげちゃったよ。なんで？おんぶ。ちょっと沸騰しそうなので昆布出します。置いとこうか。また使えるね。ネギ入れようか。はい、じゃあ沸騰したのでこちらね、めんつゆとか、これを使っております。皆さんお使いのね、めんつゆで調節してください。これはね3倍濃縮なんで、まあ、そういう感じでやってますね。おいしい匂いがしてきました。お腹空いたよね。はい、ちょっとネギとかにね焦げ目がついてきたところで、こちらすき焼きのタレをで味付けしていきたいと思います。いっぱい。すき焼きのタレは本当に万能で、ね、こうやって炒め物にも使えちゃうので、ね、いい声だね。本当にすき焼きをしたらなんかしばらくすき焼きしないからこれ余っちゃうわっていう時は結構ね、炒め物とかにね、あと本当に煮物とかにも使えちゃうから、ぜひぜひ使っちゃうといいと思います。私も本当にめっちゃ使う。さあ、OK かな。ここまでにする。うん、ここまでにする。んここまで。あっちあっちだからちょっと待ってて。ちょっと味は濃いめでね、美味しいのができました。これは OK。 いい匂いする。うん、茹で汁の方に少量のサラダ油ちゃんを入れます。なんで？サラダ油を入れるとツルツルツルっと入れますね。よどよどって言われてもサラダ油を入れるんですよ。はい、沸騰したので、じゃあそばの茹で時間の半分の茹で時間でやっていきます。結構繊細なそばに今なっていますのでね。入れたら終わりですね。でしょ、入れたらねすぐねちょっとこうやってほぐしてあげた方がいいですね。パスタとかでも私たまにやっちゃうんですけど、固まってダマになってたりとかすることがあるんだけど、そういう状態になってしまいますので、あとちゃんと沸騰してから入れないと私は麺類よく失敗する。ちゃんと沸騰したお湯に入れてください。で2分やります。では茹で上がったのね、ざる。麺が茹で上がりました。ちょっと食べてみるね。ここも食べてみたいな。うん、ここも食べてみたい。みたい。いや、美味しいよ。やっぱなんかちょっとさ、生麺にすごく近くなったというか、いつものなんかまあ、ザ・乾麺っていう感じではなくなった。はい、じゃあ盛り付けていこうと思います。お蕎麦を。美味しい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 。まずスープとろろ。いいな。ネギをペッペと。
で、お肉をこんな感じか。で、ちょっと上手にできないですね、私は。でか、あー、破れました。なぜか破れたけど、はい、ほらほら、今いいとこ、インスタントいいとこ、あー、美味しそう。よく食べたいの。食べたいね。で、オクラを、よし、完成。はい、じゃあ手を合わせてください。いただきます。いただきます。わあ、美味しそうだね。見て、見て、見て、あ、いい感じ。見てよ、いくよ、ほら、これとろろと卵黄と混じって美味しいよ、これ。いただきます。どう、皆さん、美味しいですか？うん、美味しいです。ママも作ったやつ美味しい。ありがとう。ネギトロトロで美味しいね、これ。はい、皆さん、美味しいですか？美味しいです。サラはこれよりももっともっと美味しくなるある秘密兵器がございます。いきます。じゃあ、じゃじゃーん、黄金ゆず七味。これね、ママが最近ハマってんだ。ゆずの香り、いい香りするでしょ。パパ、ほら、いい匂いした。おー、いい匂いする。すごいでしょ、ゆず、ゆずなの、ゆずちゃんと一緒の温泉にゆず入れた。あー、そうそう、ほら、いい匂いする。いい匂いするでしょ。これね、あのね、ニンニクがね、入ってるからね、すごくね、食欲がね、そそられるの。はあ、いい香り。私はね、この七味系は大好きだから。ココも大好き。結構いっぱいかけちゃう。入れて。ココちゃんにはちょっとね、辛いと思う。卵黄ととろろを混ぜて、そば食べるとうまい。ココもそば食べる。めっちゃ美味しい。これね、まあ、もっとかけたい。あのね、辛さはね、思ったよりマイルド。すごい辛すぎるってわけじゃなくて、すごいね。多分ゆず、あのレントでも食べれる。で、うん、チョコレートだって。うん。うん。なんかね、ゆずが入った感じ。うん。すごくなんかあの爽やかな感じで食べれるよね。ね。まあ。辛いの大好きだから、ちょっとお肉をかけちゃうんだけど。ココ好き。ね、ココ好き。好き？もうね、ママ大好きなのよ。これね、塩分が入ってないから、すごいもう本当に、やっちゃうかけられる。何にでも合うし、邪魔しないんだよね、すごくね。もうちょっとかけたい。ありがとう。だからね、ダイエットとかしてると、やっぱ塩分も気になってはくるから。ダイエット。やっぱこういうスパイス系で味をね、あのごまかして薄味で食べようと心がけてるんだけど、それの本当にお供になってる。はい、今日はですね、甘辛とろろそばを作りました。で、もう本当におそばやおうどん、何でもこちらね、ゆず七味合うと思います。こちらの黄金ゆず七味の詳細の方は、概要欄の方に書いてありますので、よかったらチェックしてみてください。はい、それでは皆さん、またねー。ママのご飯は美味しい。